鶴沢徳太郎は、義大雄説者未仙方の名跡。初代の本名である徳太郎に由来し、鶴沢清六、鶴沢道八の全名に位置づけられている。縄門は六代目より中印図太。中印図太明治11年5月24日、義大雄年表明治編は5月23日とする。初代、鶴沢徳太郎初代、鶴沢清六本名、鶴沢徳太郎。 や号、よろずや。拝名、伊藤鳥。大阪南仙波出身。二代目、鶴沢誠七の門弟。通称、畳屋町。文政十一年正月五礼社内芝居。吉常千本桜にて初出座9月銅座。欧州足立ヶ原にも、鶴沢徳太郎の名前がある。天保元年正月より、稲荷文楽芝居に出勤。 天保7年8月座間浦門慶大芝居、玉ー・も前、朝日田元にて、初代、鶴沢清六を襲名。天保年間には、初代、竹本大三太夫、竹本勢美太夫、豊竹岡田お片夫を引く。後に、初代豊田だ代強太夫を引き、明治年間にはその弟子初代豊田家フルーツ棒太夫の、愛蛇味線となる。明治9年9月大江場史跡、 夏祭り何は館の番付に、一世一代を掲げ、引退を表明するも、翌10月、絵本対抗期においても、一世一代を掲げる。番付の工場に、今度古津代田悠はじめ、座中、弟子とも羊田、芸道不行き届きの者系ゆえに、今しばらくこれうち貢献同様にって出勤いたし、暮れ様再三の来につけ取り、富士で禁止交換不相変税までの通ごひき、 おとりたてこれほどを、捧ぐ騎乗項としるし、羊田、芸道不行き届きの者が、座中全員にかかっているように読めることから、五代目、竹本俊太夫をはじめとした一座の者が憤慨し、梅めき改定を余儀なくされた。翌十一月道頓堀弁天座、吉常千本桜、琴吹の替えで花種巻、吉野山の段にて五代目、竹本春太夫、初代豊沢団体 六代目、竹本綱太夫、初代豊沢新左衛門、初代豊岳フルーツ棒太夫、初代鶴沢清六と一座の看板を並べて、引退披露を行う。明治十一年五月二十四日制居。娘は、鶴沢菊で、最初初代、豊沢新左衛門に嫁ぎ、後に、宝禅寺と呼ばれた三代目、竹本綱尾の生涯の伴侶となったことから、鶴沢清六家と、 竹本津親、イコール竹本綱太夫家が一緒になった。また、四代目、鶴沢清六の議定である初代、鶴沢清志ともが六代目、鶴沢徳太郎を襲名し、鶴沢清六家を相続あとに二代目、鶴沢道八を襲名し、孫である六代目織太夫と、鶴沢清四の叔母が、初代、鶴沢道八家に嫁いだことで、鶴沢道八家とも、 鶴沢清六家は、園籍となった。このように、初代清六から今日まで八代に渡り家が続き、八代目、竹本綱太夫五十回喫煙前での六代目、竹本織太夫襲名へとつながっている。詳細は六代目、竹本織太夫の経営不乱を参照。鶴沢菊、娘初代豊沢新左衛門、娘婿を愛、孫三代目、竹本津太夫、娘婿二代目。 豊沢団体ら、孫婿男、創村初代、竹本春子太夫、孫婿、男の娘、玄孫五代目、鶴沢徳太郎、孫孫婿初代、鶴沢正六母改名は、釈生岩。母書は四天王寺が安山大指導。下記の通り一家一門で作られている。初代、鶴沢正六の墓水鉢、三代目、鶴沢徳太郎改め二代目、 鶴沢正六徳太郎改め二代目、鶴沢正六花立、二代目、鶴沢勝七の師匠、初代、竹本春子太夫五郎、三代目、竹本大隅太夫三代目、竹本大隅太夫親柱、三代目、竹本津太夫、娘婿石刀郎、鶴沢伊藤大鳥県、四代目、鶴沢徳太郎尻部四国大樽港、鶴沢伊藤大鳥県四代目、鶴沢徳太郎弟子の二代目、 鶴沢清六が、初代清志六の七回忌の供養に混流した、初代、鶴沢清六の塚は、東京向島町明寺内にある。初代、鶴沢清六の塚天保三年明治四十年、鶴沢清三二代目、鶴沢徳太郎、鶴沢伊藤大鳥、鶴沢伊藤大鳥県本名、鈴木五郎兵。大阪生まれ。初代、鶴沢清六門弟。 16歳の頃から、文楽座の三味線引きとなる。署名、鶴沢製造。師匠の全名徳太郎を二代目として襲名し、師匠の拝名、伊藤踊りを譲り受け、鶴沢伊藤踊りを名乗る。あと、素人名として、鶴沢伊藤踊り剣を名乗る。父が、幕末に、小樽に来て貸し座敷。 大阪屋を営む傍ら、芝居工業を行い、浄瑠璃を教えていたため、小樽に移住し、義太夫を教えた。小樽や札幌から名士が集まり、おさらいの会などは大変な賑わいだったという。没後は門弟たちが大阪から、文楽座を呼び一座を組み、小樽で、追善工業を行った。その利益で、龍徳寺に墓碑を建てた。北海道主人辞典には、静音工にして、 西洋好み、常に製品に休んじていたとある。二代目豊武小宇太保が、晩年に、北海道の小樽へ移られましたが、大隅さんと巡業の折にはまだ在世していられて、あちらでお目にかかりました。と記している。師匠初代、鶴沢清六の墓に、尻部四国小樽港、鶴沢伊藤大鳥県と刻んだ灯籠がある。尻部四国小樽港、 鶴沢伊藤取県明治34年12月21日、鶴沢福蔵、鶴沢六三郎三代目、鶴沢徳太郎二代目、鶴沢清六本名、石井平次郎。初代、鶴沢清六門弟。長らく江戸に行ったが、大阪へ上り、明治三年九月稲荷分落芝居、木根影狭間合戦にて、東京下り、六三郎海三代目、鶴沢徳太郎を襲名。 明治13年は津島文楽座、玉も前、朝日田元にて二代目、鶴沢清六を襲名。明治14年6月まで大阪で出座していたが、以降は、東京に赴く。明治15年1月4日付ろ派新聞に、一昨年師匠清六の名を継ぎで、鶴沢清六となり、大阪で腕を鳴らせていたが、今度、竹本綱太夫が招き寄り、 何時美の豪社未選にしてさっついたから、柳橋の新竜亭、薬師の宮松、京橋の第六席に出勤するのでどこも大入りだと、ある下太夫ーヨからでのんでんでんしんという記事が載っており、六代目、竹本綱太夫に東京へ呼ばれたことがわかる。柿柄町に住居を構えていたことから、柿柄町の師匠と呼ばれた。明治三十四年十二月二十一日逝去。 海名は、人身因縁たちに新神寺。墓所は、東京浅草窓長政寺。4月25日大正7年6月29日、鶴沢吉丸二代目、鶴沢密蔵四代目、鶴沢徳太郎八代目、鶴沢三十二本名、佐山種三郎。大阪市南区面屋町出身。二代目、鶴沢吉左衛門。二代目、鶴沢清六門邸。 あとに二代目、鶴沢勝七、五代目、豊沢広介の門弟。明治十五年二代目、鶴沢密造を襲名。明治二十三年九月五両分落座で四代目、鶴沢徳太郎を襲名。明治三十三年三月五両分落座で八代目、鶴沢三十二を襲名。大正七年六月二十九日成居。改名は、ジャ院コイン清陽妖風古寺。 母書は、大阪大場瀬、三脇寺。陽明吉丸時代に、初代豊岳だけ古壺太夫に可愛がられ、初代古津与太夫の墓に親柱を寄進している。その縁で、豊岳小津与太夫の名跡を預かり、師匠の名跡、竹本津多を告げなくなり、さらに、竹本津太夫衆名を辞退し、次、名前のなかった竹本津羽太夫に二代目豊岳、 小坪太夫の襲名を進めた。三代目聖六さんが私の豪社未選になってくださる、ことに話がすのみまして、聖六さんに引いてもライフのやつたら、フルーツボを襲名したらどうやと、フルーツボの名跡を預っていられた八代目鶴沢三十二三千名四代徳太郎からお話があったので、今度は私も喜んでお受けしたのでした。三十二三は初代フルーツボさんに、 子供の時から大変に可愛がられた方で、その頃はまだ若くて吉丸といつていられた自分ですが、共変のあった土田の小屋が会場時末で巡業先の奇襲の新宮から一座が帰還する時でも、3 2んは古坊さんと相かご立つだそうです。古坊さんが亡くなられるとから、病石はずっと3 2んがあずつていられて32年目に、 私が襲名したわけでした。それまでにも、フルーツ坊を継ぎたいという申し出はいくらもあったんだそうですが、大隅さんや法然寺の師匠があんなもんに継ぎがされんといつて納得されないもんで、初代のお弟子にさえ継がさなかったんだそうです。それほどに師匠方がおもんじていられた一代の名人の名跡を私が継ぐことができましたのは、 もちろん3 2三のご行為もありますが、ひとえにこれは、清六さんに引いていただくことになったおかげだつったのです。と、この経緯について二代目とよたけ小ぼ大夫は、記している。2月7日昭和35年5月8日、鶴沢正次郎五代目、鶴沢徳太郎四代目、鶴沢清六五代目、鶴沢徳太郎本名、佐藤正也。東京市四谷区潮町出身。 明治35年6月初代鶴沢友松に入門。明治39年1月市の川堀江座にて初出座。大正元年6月地下松座、本町24校、信玄館より、奥庭狐火の段切れで3代目、竹本伊達太夫5の6代目、竹本と佐太夫を引き5代目、鶴沢徳太郎を襲名。当時23歳。奥庭狐火の連れ引きを、 鹿松座の三味線のトップであった二代目、豊沢段大らが務めた。当時の劇評は、伊達の糸を綱田優の獅子になった、鶴沢正次郎が徳太郎と改名して引くが弱年に、二ヌーでの際は、将来を思わしめる。樹脂肪より、奥には狐火伊達の畑のもので頭から悪いというに、あらず、三味の徳太郎は、大体の筋が赤いから、あまりクズも出さず、ことに、 ダンダイラが、引き率連れ団に出ているから少しも間を取りなく、伊達太夫相当の三味線である。八百八狐きそいて、で、人形と共に、白地の衣装に引き抜く、床ではとにかく、伊達の美声に徳太郎とダンダイラの連れ引き、道具は、目の、セールはかりびれいなり、と徳太郎の手腕を称えている。綱太夫の死子になったとあるように、お得の娘の夫となり、七代目。 竹本綱太夫の名跡用紙となっている。連れ引きを務めた二代目段大らから見れば五代目徳太郎は孫婿にあたり、三代目竹本大隅太夫から見ても義理の孫婿にあたる。三代目竹本伊太夫は三代目竹本大隅太夫の弟子である。また、養父七代目竹本綱太夫が得意とした沼津も同月の狂言に選ばれると、一家一門で、 鶴沢清六家の新たな後取りの門出を祝している。大正12年10月分落座、金出本中心蔵、六段目官兵十家の段で二代目、豊武小宇津大太夫を引き、四代目、鶴沢清六を襲名。その後、長く二代目豊武小宇津大太夫を引くが、昭和24年に、豊武山城省と、愛蛇味戦を解消。昭和27年。 豊竹松太夫の愛蛇未線となる。昭和25年に日本芸術印象を受賞。昭和30年重要無形文化財保持者、いわゆる人間国宝の第一次指定を受ける。昭和35年5月8日正居。改名は、イタリ芸員尺世地古寺。墓所は高野山奥の院。四代目、鶴沢清六の墓、有吉沢子、一の糸で描かれる、 沢聖太郎のモデルで、お徳の娘と死別した後は聖と再婚した。聖の妹と結婚したのが、弟子の六代目、鶴沢徳太郎である。また、老いの鶴沢清二が、一の糸の舞台化に際し、脚本、演出、音楽を手掛けている。その際のパンフレットのインタビューに、私の恩師であり、一の糸の徳兵衛のモデルである、聖六師匠と、赤猫と聖婦人とは、 私が生まれた時より深い関わりのある鬼方でございます。私は夫人のことを東京おばちゃんと呼び、母はママさんと呼んでいました。小学校の入学祝いはランドセル、中学の時は腕時計を私の注文を細かく聞いて鬼方で選んで送ってくださいました。昭和30年当時は赤坂三農家の立派な家にお住まいでした。 私も東京公演の時など何度か泊めていただき、夕食後は銀座の千引き屋でチョコレートパフェを食べようと言って、ハイヤーで出かけたりもしました。当時それが体操ハイカラで贅沢に感じ、今でも鮮明に記憶に残っています。また、不思議な縁と申しましょうか、一の糸で唯一なぜか実名で登場しますことの師匠、今江景賞は家内の祖父にあたります。 生前の聖婦人から、慶承先生に連れ引きをしてもらって、その会に出たという自慢話をよく聞かされました。ですから私が文楽でことを弾く時などは、いろいろ注意を受けたものでした。さて、聖六師匠は私にとって、神のごとき存在でございます。数々の名番を聞くにつけ、そのものすごさに、ただただひれ伏すばかりです。私のもう一方の恩師である竹沢いよいよ七。 師匠が、清六師匠のレコードのリニューアル版の監修をされた時、わしも随分生で聞かしてもろうてきたけど、これほど、すごいとはなぁとしみじみおっしゃっていました。いよいよ七師匠をしてこう言わしめる、シャミまさに一鉢ずつ命を削って、音を出されているように私には聞こえます。この詩の詩芸を、有吉先生は、一の糸で見事に表現されています。 しかしこのような音を生で再現することは到底不可能でございますので、何とぞ皆様方におかれましては、寛容なるお心を持ちまして、お聞きくださいますよう伏して、お願い申し上げます。有吉先生には、昭和31年に、先生の書かれた新作文楽、雪月に姿子で私が呼吸をすらせていただき、それ以来よく目をかけていただきました。十二。 三年以前になりますが、有吉先生と私が政府人のお宅にお邪魔しました。時、つい話が長引いてしまい、先生が出席しなければならない、大使館のパーティーに遅れそうになり、普段着に突っかけ、サンダルといういでたちで招待状も持たずに並みいる、清掃の人々の中へ堂々と入っていかれました。私はその時、先生に、あなたエスコートしなさいと言われて、 ウムを言わさず連れて行かれました。多くの著名人に私を紹介されましたが、本当に冷や汗も者でした。と答えている。日馬場にあたる鶴沢菊が経営していた茶店のあった宝泉寺の一角で天ぷらや鶴源を経営。鶴源は天ぷらや大阪風の衣のやや厚い天ぷら。主人は文楽の茶味線引きの鶴沢清六。酒は 菊生、梅月や天虎に匹敵する一流天であった。と、宮本又寺の宝前寺会話由来記に記されている。11月12日初代、鶴沢清友六代目、鶴沢徳太郎二代目、鶴沢道八六代目、鶴沢徳太郎本名、坪井沢はじめ、岡山県赤毛町出身。四代目、鶴沢清六門亭、後に、初代。 鶴沢道八門邸。父は鶴沢清志義兄に四代目鶴沢清六。養子に初代鶴沢清二。孫には六代目竹本織、太夫鶴沢清敷。創村には二代目豊竹咲始め太夫鶴沢清志と。門邸には二代目鶴沢清志とも鶴沢清助、鶴沢八助。孫弟子に、孫弟子に、 二代目、鶴沢東蔵、鶴沢清郎、鶴沢清式鶴沢智之助、鶴沢清武、鶴沢清忠、鶴沢清忠、鶴沢清城、鶴沢清方、鶴沢清人がいる。昭和三年四代目、鶴沢清六に入門。初代、鶴沢清志を名乗る。昭和五年から二年余り、初代、鶴沢同八のうち弟子となる。 昭和31年1月道頓堀文楽座、落ち公園、絵本大公記、天ヶ崎の段前で、豊竹松太夫を引き、六代目、鶴沢徳太郎を襲名。昭和45年4月道頓堀朝日座、5月、東京国立劇場、吉継千本桜、道行初ネタビレ二代目、鶴沢道八を襲名。この、道行初ネタビは、太夫、四代目、 竹本小四寺太夫、四代目竹本津夫、九代目竹本文字太夫、豊竹十九太夫、竹本緑太夫。三味線、新二二代目、鶴沢道八、六代目、鶴沢漢二、十代目、竹沢八、八代目、竹沢段六、四代目、竹沢段二郎、鶴沢清二と、その当時の文楽座が誇る、フルメンバーであった。 高木博士は、著書、文楽入門で六代目、鶴沢徳太郎について、清二を本当に可愛く思っているようで、リサイタルでもまめまめしく世話をしてやりながら、若い人の時代ですわ、私はもう一軒宿屋でも建てて隠居したい、などと言っていましたが、とんでもない、この人当たりの統率力、強制、具体的な教授法が、物を言う時期が目前なのです。襲名したのも、んで死を取ったのも、 まあ、やる気十分といったところでしょう。と記している。四代目、竹本長戸大夫著、のりづきとしひこ皇帝国立劇場調査要請部、芸能調査室編、図王補助瑠璃大系図、日本芸術文化振興会、AB に大遊年表、ギダ遊年表刊行会、ABC、茶谷半次郎山城城城聞き書き、www.ongyoku.com、 2020年10月12日閲覧。ギ大ユ年表金正片、第2巻本文編完成文成。ヤギ書店。ギ大ユ年表金正片第3巻上本文編、天望効果。ヤギ書店。https、twitter.com、いざまの女よ、ステータス。 126件4328兆8741億3491万3024。Twitter 2020年10月12日閲覧。https twitter.com いざまの女優ステータス126件4329兆2033億5423万784。 ツイッター、2020年10月12日閲覧。議題有関連記述、法名、母書、図宅本写真一覧。www.ongyoku.com、ok。2020年10月12日閲覧。https、ツイッター .com、いざまの女よ、ステータス。 126件4331兆7052億204 4928。ツイッター。2020年10月12日閲覧。レファレンス BBS。w w w 2 1 t、e、s t y l e s c o m 2020年10月23日閲覧。倉田義弘。東京の人形浄瑠璃。日本芸術文化振興会。4代目。 竹本長と大夫著、のりづきとしひこ皇帝国立劇場調査用成部、芸能調査室編、図王補助瑠璃大系図、日本芸術文化振興会、義ダユ年表、義ダユ年表観公会、茶谷半次郎山代城症状聞き書き、www.ongyoku.com、ok、2020年10月12日閲覧、八代目鶴沢十二 www.ongyoku.com2020 年10月12日閲覧4代目鶴沢清六 www.ongyoku.com2020 年10月12日閲覧 ABC 財団法人文楽協会議題有年表大政編議題有年表観光会芸能芸舞台名作文学シリーズ 一の意図番組表検索結果詳細。NHK クロニクル。2021年7月8日閲覧。高木博文楽入門。文芸春秋。ありがとうございます。